皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、これからの塾は脱立地であるという話をしたいと思います。少しちょっと難しい話になると思うんですけれども、塾とか予備校に興味のある方はぜひですねご覧いただきたいと思います。そもそも脱立地って何なのか、僕が意図するその言葉の意味なんですけれども、今はですねいわゆる塾とか予備校っていうのは各地域にたくさん、それが存在するという形になってます。皆さんの家の近くにもですね、例えば徒歩10分15分まあ5分わかんないですけど、まあ、最寄りの駅まで行けば何らかの塾が、まあ、あることが多いと思います。すごくね田舎とかだとまあなかったりしますけど、まあ、一般的にはある程度人の動きがあるような駅だと、その駅前にまあ塾を作るとか、そういうケースが多いと思います。まあちょっと地方とか行くとね、まあロードサイドに塾があるって場合もありますけれども、いずれにせよこう人の動きがあるところに対して塾を置いていって、でそこに皆さんが通う、そしてそこで先生の授業を受けたりとか、まあ場合によってはね、まあ映像授業を受けたりとか、スケジューリングとか勉強法とか、そういったものを受けるというものになっています。まあただ僕がですね、これからの塾の将来ってものを考えたときに、実はね、この脱立地っていうことを話すきっかけというのは実は2つありまして、詳しく話していきたいと思います。まず1つ目なんですけれども、そもそも脱立地によって何がなせるのかっていう意味で言うと、教育の均等化ってことが1つ重要なポイントだと思うんですね。はるか昔に遡れば、塾とか予備校において何が価値があったのかといえば、それは先生の講義だったわけです。まあ、もちろん講義プラステキストですね。でそこに関して言うと、先生というのはやっぱり本質的にですよ、塾の元々なんでそれが必要なのかという意味で言えば、大学受験とか受験をするときに学校の勉強では足りないからそこを受けるという形なわけですね。もちろん、まあ、学校についていけないってケースもあるだろうし、学校より高いレベルのものを教わりたいとか、まあ、学校で取れない科目を受けるってこともあるでしょうが、根本的にはやっぱり学校で何か足りない不足があるからこそ、それを充足するために塾というものが存在していたわけです。ただそれは結局何をしていたのかっていうと、授業をしていたわけですね。だから普通に、まあ、有名な先生とかが行う授業というものを受けに行くということに価値があったわけです。ただ時代がだんだん進んでくると、ね、先生がいい先生というのは限られてますから、その先生の映像を見たらいいじゃないかという形に変わってきました。例えばヨゼミのサテラインなんかもそうですが、生中継で先生が授業しているところを別のところで、まあ、スクリーンに映して、それをみんなで見る、音声を聞くみたいなことが始まったわけです。でさらに時代が下っていくと、それが DVD とかビデオとか、まあ、今はもうねインターネットですけれども、そういったもので映像を見ればいいよねって形になってきます。でそれはやっぱり河合塾の学びさんとか、まあ、一番初めに始めたのは東進ハイスクールさんですけれども、そういうところで、まあ、いい先生を集めて、その先生の授業を全国各地どこでも見ようっていう教育のですね、まあ、機会均等化みたいなものが図られてきたわけですね。まあ、もちろんあの機会均等といっても、塾に入るにはお金がかかるので、そのお金の面、経済面まで無視して機会均等にするというのはこれは難しいと思うし、それはやっぱり国が税金とかでやる公教育の発想に近づいていくので、塾がお金を取るということ自体はね、これは僕はしょうがないというか、まあ、致し方ないことだとは思うんです。まあ、ただそうやって映像で全国各地どこでも見られるよねっていう体制になってきたわけです。でさらに言えば、今は YouTube で無料で授業が見られたりとか、スタディサプリで、まあ、かなり格安、月2000円ってとんでもないね安い金額だと思うんですけど、そういった金額以下で、まあ、授業が受けられるような体制にどんどん変わってきているというのが一個の大きなポイントなんですよ。ただし最近、じゃあ次に何が価値を持ってくるのか、うちのチャンネルを見ていただいている皆さんならわかると思うんですけれども、だんだんとですね、その塾で授業を提供するそのものに価値があるわけではなくて、その授業をサポートする、わからないことを答えてあげたりとか、勉強法を教えてあげたり、スケジュール管理をしてあげる、そういったことにだんだん価値の軸足が移ってきてるんですね。でそれはやっぱり学びさんでも、受講した後にチューターとの面談があったり、東進ハイスクールさんであれば大学生のチューターさんと、まあ、定期的な面談があってスケジュールを組んだり、そういったことがなされていることからも、やはり予備校としてもそこに価値があるんだということを、まあ、感じている。塾としてもただ映像を見させておけば、どんどん成績が上がっていくわけではないということが、まあ、彼らにとっても自明のことであるからこそそうなってるんですね。ただこれってすごく大きな問題があって、やっぱり塾に通って映像を見るでも授業を受けるでもいいんですけど、それに対してサポートしてくれるチューターとか、もしくは武田畜産的な方式であれば、大学生がもう勉強法とかスケジュール管理とかしてくれるというものであれば、確かにそれはいいんだけれども、やっぱり東京にいる人たちと、じゃあ地方にいる人たち、田舎にいる人たちで、そこに存在するチューターの質というのが違うわけですよ。で、やっぱり僕らも同じ考えで、これから勉強法とかスケジュール管理、そういったものがとても大事になってくると思うので、そこに力は入れたいんです。入れたいんだけれども、じゃあなぜ校舎でやらないかというと、立地に縛られてしまうから、例えば九州の人と、もしくは四国の人と、東京の人と北海道の人で受けられるものの質が違ってしまうということなんですよ。まあ、それこそ、例えば北海道にいるけど、九州大学の人に話が聞きたいと言っても、それはなかなか難しいわけですよね。北海道にいるのは基本的には北海道の大学に通っている人ですから、その難しさというのは僕は脱立地でオンラインで解決したいというふうに思ってますし、これからはおそらくそうなっていくと思うんです。だから、もちろん多店舗で展開して勉強する場所があるっていうのはとても素晴らしいことだし、そういうことをやってる塾さんのことを別に否定するわけじゃないんだが、まあ、それをこう時代がどんどん下っていけばいくほど、だから今このすぐ1年間とか半年で変わるわけじゃないけども、5年とかっていうスパンで見ていくと、脱立地をしていかないと、ね、地方の人
人に良質なサービスを提供するのはこれ難しくなってくるんじゃないかなというふうに思うわけです。で、それがまずね脱リッチの1個目、まあもちろんちょっとねその講師を選択する際に、まあ、うちはプロ講師を使ってるとか、まあ細かいこだわりあるんだけども、一旦そこは置いといたとして、やっぱりこう脱リッチをしてオンラインで全国つながるってことが僕は重要だと思います。実際ですね、まあ、今うちの塾でね受けている子たちも、例えば、ね、九州の子がね東京の先生の授業を受けているとか、東京にいる子が山形にいる先生の授業を受けているとか、関西にいる先生の授業を受けているとか、それこそ北海道から受講してくれたりなんてこともあるわけですよ。まあ、ぶっちゃけてしまえば、本当に場所さえ解決できればあらゆる人とつながることができるこのインターネット社会なので、まあ、それこそ海外だっていいわけですよ。時差の問題もありますけれども、それこそねうちの塾がオープンして一番最初に入塾していただいた方っていうのはもう外国の方でしたから、まあ、海外から受講されてやっていただいたということですね。まあ、それはいいんだけども、じゃあ二つ目のポイントとして脱リッチにおいて逆に課題となる点は何なのかってことなんですよ。オンラインでつなげばいいじゃんだったらそれもオンラインでいいんです。それは間違ってないんだけど、じゃあいや生徒さんはそれで不安だよねってポイントがあって、結局そこに教室があってそこに通ってそして勉強するっていうことが受験生においては大事なわけです。もちろん僕の考えで言えば家庭でね勉強するというのが一番コスパはいいんですよね。やっぱ家で集中すれば移動時間もかからないですし、いろんな勉強材料とかも家に置いておくことができますから、重いね赤本を何冊も運んだりとか、めんどくさいこう英語辞典みたいな、まあ英語辞典今使う人いるかわからないけども、そういったね重いものを運ばなくても授業を家で受けてそして家で勉強するという体制が整えられるのであれば、まあそれは何よりも素晴らしいことなんです。ただやはり家庭環境であるとか、まああとはね親子関係のこととかで、やっぱり家の中だけでは勉強しにくいっていう生徒さんが、まあ、そこそこ多いことも理解してるんですよ。だその時にじゃあ脱立地においてやっぱりそのオンライン塾だけでは課題があるよねっていうのも、これもまたしっかり正しいことだと思います。じゃあこれどうするのって話で、今後ねやっぱり僕が考えていくべきなのは、塾そのものをいろんなとこに置くんじゃなくて、やっぱりいろんな地域で実習室とかそういったサービスをうまく使ってもらうってことだと思うんですよね。だからそれこそ今ってうちの塾は本当オンラインだけだけども、似たような塾出てくると思います。オンラインをやってて、それは東京とか京都とかある種一極集中でやるんだけど、それにプラスして自習室みたいなものは各地域にあると。それこそ各地域で入塾してそこの自習室は使えるんだけども、授業自体はそこでねパソコン使ってネットとかで、まあ、東京の先生とか、まあ、地方の先生の授業を受けるみたいなことがこれから進んでいくんじゃないかなと思います。だから塾の機能として、それこそ各校舎の機能っていうのが、そこに先生を集めたりとか生徒を集めるということではなくて、もう本当に箱みたいな自習室みたいなものが増えていけばいいんじゃないかなと個人的には感じます。ただしですよ、じゃあなんで小林さんそれやらないのって言われると、常に自習室そのものっていうのはあるわけですよね。もちろん自習室の中でね映像をつないで喋ったりっていうのは、まあこれは難しいかもしれないから、まあ受講自体は家でしなきゃいけないかもしれないけど、授業を受けたりとかそういう形じゃなくて自分で自習をする場所だったら結構いろんなとこあるんですよね。それこそ皆さんの周りでも、まあ学校に通っている人だったら学校の図書館が何時まで使えるとかあるかもしれませんし、まあそうじゃなくても例えば家の近くのね塾で例えば一コマだけ授業を取れば自習室が使えたりとか、もしくはそもそも自習室貸し自習室ってものもありますから、そういったものを契約すれば普通に塾に毎月通うよりも安い金額で好きなだけね、毎日自習室に行って勉強するってこともできると思います。僕はそういうものを本来であれば使ってほしいなっていうふうに思っていて、それをね全国各地に作るだけ僕の資本力があればいいんだけど、そこまではないので、基本的にはね家の近くの自習室探して使ってくださいというふうに僕は言ってます、必要なご家庭の方にはね。まあ、ただまあ自習室といっても質問したりとか勉強のこと聞けるというわけではなかったりしますから、その場合はですね、まあ、どこかの塾さんと、まあ、兼塾をしていただいて、そういった塾で自習をしながら受講ももちろんお金を払ってしながらそういった環境を使わせてもらおうみたいな形というのは、まあ、僕も当然ですけど兼塾は OK してます。なのでこれからの時代っていうのは二極化していくと思います。オンラインで本質的なスケジュール管理とか勉強法とか生徒がわからないところに合わせたオーダーメイドな質問対応科目指導、そういったものを一極集中で行うものと、地方地方でそこまで細かくサポートはしないけど、まあおおよそ勉強に関する情報提供をしてくれたりとか、まあ、サポートをしてくれたりとか映像授業を見ることができるような箱物っていうものにだんだん変わってくるんじゃないかなと。で逆にやっぱり地方っていうのは、まあ、土地も安いのでその箱物は作りやすいわけですよね。そう考えれば都心であるほどいろんな設備とか自習室も多いから、地方にですねそういう箱物じゃないけれども、まあ、勉強できるような、まあ、簡易的な塾、表現が難しい、なんて呼べばいいかわからないんだけど、そういったものが今後ね増えてきて、そういうところとそれこそうちがね、まあ、提携して何かやるとかってことができたら、まあ、非常にウィンウィンというかね、生徒さんにとっても素晴らしい環境が提供できるし、塾さんにとっても細かいノウハウをいちいち習得しなくても運営ができていく、そして我々はいろんな地域の人に授業が提供できる、こう三者よしというかね、三方よしっていうんですかね、そういったことがまあできるようになってくるんじゃないかなというふうに思いますし、時代としてはね多分その方向に行くと思います。校舎を作ってそこに集客をするっていうモデル、まあこれは確かに本質的ではあるんだけども、まあそもそも本当にそれなのって話なんですよね。まあよく言うのは、最近は授業を受けることが塾の本質じゃないっていうふうにだんだん変わってきてます。それは
正しいと思います。ただ、さらにもう一歩進めば、その場所があってそこで自習をすることが塾の価値なのかって言われたら、そうじゃないかもしれない。もしかしたら時代が変わってきて、塾という言葉の定義自体がそういう自習室を示すような形になってくるのかもしれないです。わかんないです。僕らみたいなこう勉強をしている人たちは別のね呼び方、コンサルタントとかっていうとちょっとカッコつけすぎだからね、あんまり好きじゃないけど、そういう風に名前が変わっていくのかもしれない。だから、まあ、塾というものの定義がこれから大幅にこの5年10年で変わっていくことは僕は間違いないと思っていて、その中で僕らができることというのを、まあ、これからもね提供し続けたいなというふうに思ってます。まあ、いずれにせよ、僕が将来どのように教育業界を見ているのかっていうのはまさに今日お話しした通りなので、まあ、ぜひですねそれを参考にしていただければと思いますし、まあ、今この瞬間のね塾選びというのは当然今僕が言ったようなモデルが1ヶ月2ヶ月でできることなわけではないので、地元の塾さんに通って授業を受けるでもいいと思います。ただ、まあ、将来的に、まあ、それこそ例えばお子さんが小学生の方とか、まあ、まだ中学1年生ぐらいの方にとってはちょっとね知っておいてほしい情報かなというふうに思いましたので、今日動画にさせていただきました。またね、ちょっとこの塾のあり方とか、まあ、将来性みたいなことに関しては、まあ、継続的に僕の視点というのも語っていきたいと思いますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。